ジャスパーリポ t ツとは、米ジャスパーソフト社が開発、販売している、オープンソースの帳表及びビジネスインテリジェンスソフトウェアである。短時間かつ安価でグラフを含む帳表を作成することができるので海外では、デファクトスタンダードのオープンソース、帳表ツールとされている。ジャスパーリポ t ツは、帳表をレイアウトとデータに分離している。レイアウトとは、 空白の帳表用紙のようなものです。用紙の大きさ、枠線など用紙に固定表示する、もの、データを表示する、位置、計算式などを定義する。データとは、データベース、CSV ファイル、Excel、XLS ファイル、Java Beans など帳表に表す値の元になるもので、ある。レイアウトとデータを分離することで、一つのレイアウトを使って、 複数種類のデータから帳表を作成することができる。作成した帳表を PDF、HTML、Microsoft Excel、RT 回、Ort、CSV や XML など多くの形式に出力することができる。Jasper Reports 用のレポートレイアウトは JRXML という XML 形式のファイルで定義される。 テキストエディタでこの XML ファイルを作成することもできるが多くの場合は Jasper Soft Studio のような GUI エディタを使ってレポートレイアウトの定義を行う Jasper Reports の概要豊富なグラフの種類を描くことができる分析結果をいろいろなグラフで表示することができるため海外などから装備ツールとしても注目されているまた海外では デファクトスタンダードの帳表作成ツールとなっているため、海外ユーザーとレイアウトを共有できる。ジャスパーソフトスタジオで作成したグラフ、レーダーチャートの例ジャスパーリポ t ツの開発は2001年6月からティアドダンテ州によって始められた。クリスタルリポーツよりも安価なツールを作成することを目的としたため、クリスタルの代わりにジャスパーとしてジャスパーリポ t ツを命名された。 今でも Jasper フト社は、プロジェクトのコード名にはすべて石の名前を使っている。2001年9月に SOURCEFORGE.net にプロジェクト登録され、2001年11月3日に Jasper Reports 0.15が公開された。Jasper Reports バージョン1.0は2005年7月21日に公開された。初めの頃は Jasper Reports のライセンスは、 ジャスパーリポ t ツライセンスだったが LGPL に変わった。ジャスパーソフト社はジャスパーリポ t ツと関連した複数のツールも用意している。これらのツールとは別に自前のツールや第三者のツールと連携して使うこともできる。ジャスパーリポ t ツのレイアウトは JRXML という XML 形式で定義されている。この XML ファイルは直接 テキストエディタから入力することもできるが、多くの場合は次のような GUI ツールを使って定義される Jasper Mobile の画面例 Jasper Reports は単独で使うことも独自の Web アプリケーションと使うこともできる。Web から単独に帳表を管理、閲覧したい場合は iPort や Jasper Soft Studio と連携しているため IDE ツールのメニューからレイアウトの登録、更新ができる。 ジャスパーソフト消ビージャスパーリポーツは標準で多くデータ形式のデータを読み込みことができるが外部アプリケーションからデータを取得する場合はアプリケーション接続とデータ変換プログラムの作成が必要になる。ジャスパーリポーツの記事はインターネットで複数ある。また日本語のチュートリアルの作成が始まっている。2010年にジャスパーソフトジャパン設立準備室が設立され、 複数の会社が代理店になった。2013年にジャスパーソフトジャパン設立準備室がなくなり、米、ジャスパーソフトが直接日本の代理店契約を始めた。ありがとうございます。